ナイトオブナイツのマスター解禁してきたから、このゲームでマスター解禁するの初めてかもしれない。あ、ルナティックって言うんだ。ルナティック解放してきたわ。で、このルナティックの、ね、ナイトオブナイツ解禁した際にはね、1個やりたいことがあって、これね、ノーツサイズをめちゃくちゃでかくして、スピードをめちゃくちゃ遅くするっていう。で、これすることで何が起こるかっていうのは、真っ黒ナイトオブナイツができるんでね、知ってるかな、真っ黒ナイトオブナイツって。なんかあれだよね、ニコニコ動画とかで流行ってる、太鼓の達人の話なんだけど。わかんない、元ネタ太鼓の達人なのかな、太鼓の達人合ってるね。昔見たことある。もうすでにあれじゃ出待ちしてんじゃん。見て、後ろ背景。これできるかな、意外とでもできそうじゃない、できてる、これ意外とでも、できてる、これどうあ、なんか緑のやつだけちょっとスピード違くね、気持ち悪い。あむちゃくちゃやん。え、むちゃくちゃやん。どんぐらいむちゃくちゃだったかっていうと、もうとにかくむちゃくちゃ。あのさ、俺の友達がさ、未成年なのにさ、エロ本買ってさ、ほんでお酒飲みながら顔真っ赤になりながらさ、モンスターエナジーの空き缶にさ、吸ったヤニのゴミを捨ててたのを目撃した時ぐらいむちゃくちゃだったわ。そんなむちゃくちゃなことあると思うくない？それ目撃しちゃったんでね、昔。懐かしいな。そのさ、別に未成年だけどエロ本買っちゃったとかさ、お酒飲んじゃったとか、まあ別に、まあ悪いことなんだろうけど、まあ別にいいんだけど、僕はどうでも。そんな3コンボすることあると思っちゃって、エロに酒にヤニに、そんなコンボが重なることあると思って、めちゃくちゃ笑っちゃったね、あの光景見たときは。お前むちゃくちゃやん、お前むちゃくちゃじゃねってなった、普通に。さてはお前むちゃくちゃじゃね、イキリが。あ、これちょっとスピード遅いかもしんない、これでも。今ね、一応デフォルト設定に戻したんだけど、これでもちょっと遅くない？ね、やっぱこのゲームなんかむずいよね、これさ。おお、なんかさ、青色とか緑色がめちゃくちゃむずいんだよね。これ慣れてないだけ？これが。あのね、このね、黄色のやつに関してはね、めっちゃ簡単なんでね、今日めっちゃってワード多いな。めちゃくちゃとか、むちゃくちゃとか、めっちゃとか。これ全部同じ意味だから、むちゃくちゃもめちゃくちゃもめ、なにこれ？え？どうすりゃいいのこれ。てか、なんかよく見たらこの黄色のやつがなんかパンに見えてきた。ブレッドね、ブレッド。わかる？なんかパンに見えない。あれ、パンに見えない？なんかパンに見えてきたわ。コッペパン。わかる？コッペパン。に見えてこない。一瞬だけ。これあれだ、あれ？なんか色覚障害なんだけ、俺が。なんか頭おかしくなってるだけ、俺が。一瞬パンに見えるんで、この曲いいよね。東宝ってマジでさ、東宝プロジェクトってあれなんでね。じゃあんまりね、あの東宝プロジェクトの話すると、結構僕に、めちゃくちゃにわかなんだよ。例えばこの背景のキャラなんですかって言われたら僕わかんない。見たことあるんだけど、これナイトオブナイツの人じゃん。背景の人。名前知らないんだよね。そう、だからめちゃくちゃにわかだから、あんま喋んない方がいいんだけど、てか、なにこれ。このコンロみたいなやつめちゃくちゃが多いけど、今日のワード。こんな赤いのが集中することあるんだ。これ赤いの攻撃できるらしいんだけど、こんな攻撃が集中することあるんだね。すごかったな、譜面。弾幕だったね。本当の意味で。そうだからね、背景のキャラとかも知らないし、めちゃくちゃにわかなんですよ。めちゃくちゃね、めちゃくちゃ。今日のワードめちゃくちゃ。今日の格言めちゃくちゃ、むちゃくちゃ。だからね、なんかあんま喋んない方がいいんだよね。東宝の詳しい方っていうか、まあなんか東宝好きな方、まあ、結構ね、僕がにわか発言すると、ピキるから、まあ、そういうのあんまり言わない方がいいよねっていう話だからね。もうそもそもなんか、例えばナイトオブナイツの原曲は、なんとかだよとか言って、いや、それ違いますよ。言われるから、いや、それ違うんだよな。違うんだよな。って言われるから、あんま知ってる曲ないから、これとりあえずスクリームアウトっていうか、これね、なんか太鼓の達人で知りました、僕。あれでしょ？太鼓の達人にあるよね。あるよね。なんかこれ、太鼓の達人のスマホ版にあったから、それの時に知ったんだけど、この A1 って人。あ、やっぱ原曲作曲者全部ズンって人なんだ。ほわズンさん。ズンさんなのか、どちらかといったらなんかあれじゃない、有名なのはビートマリオとかじゃない、東宝で有名なのって。A1 って人とビートマリオとか。なんかその辺のイメージある。あと、豚乙女みたいな人いなかったっけ。ごめん、なんか、にわかだったら本当に申し訳ない。でこの曲結構好きなんだよね。やっぱ東宝ね、あれなんだよね、メロディーがすごい良くて。マジでメロディー、あ、ここ好き。あ、いいね、本当にこの東宝のメロディーが良くて好き。もともと東宝ってパソコンのなんかあれなんだよね、ゲームなんだよね。酒ゲーみたいな。すごいね、なんか BGM がそっから有名になってる。アンダーテールもそんな感じだよね。なんかゲームもだけど、うわ、すごい、こんなことあるんだ。BGM が良いのよね、みたいな。良いのね。
良いのねみたいな、なんかそんな感じのあれあるよね。アンダーテールとか東方プロジェクトとかそういうのはある気がする。やっぱこの曲いいな、この曲いいよな、スクリームアウト。太鼓の達人ね、意外と東方の曲多いんだよね。実はゲーセンとかでやると東方ファイルがあるんだよね。ファイルでまとめられてるみたいな、東方の曲が。そういう感じらしい。でここ好きねここ好き、たまにそういうコメントあるんで YouTube で、これここ好きみたいな、ここすこ。これやっぱ青と緑むずいわ。ほらコンボ途切れてるもん。この俺様のさばきが通用しないだと。これかな、慣れてないだけでいいのかな、ずっとこの調子なのかな、俺がどんだけ極めてたもん。どっちなのかすごい気になる、教えてほしい。そう、本当に詳しい人見てたら教えてほしいんだけど、俺が純粋にむちゃくちゃ向いてないのか、それともみんなこんな感じなの、上手い人って。青と緑がすごい嫌いなんだけど、上手い人もみんな青と緑苦手だったら安心するんだけど、どっちなんだろうね。スクリームアウト、いいね、この曲好き、ノリが良くて好き。ってか背景のキャラなんか知ってる気がする、この曲なんか知ってる気がする、背景のキャラ、ケロマルキューディスティニーみたいなキャラの子じゃないね。あんまりね、すごいっしょ、にわかトークすごいっしょ、しゃべんない方がいいよね、こういうの普通にね。イライラするっしょ、マジでごめんね、本当にごめん、イライラすると思う、本当にね。僕にわかなんですよね。だからもう少しなんか教えてほしい、親切に。ナイトオブナイツの原曲って何、じゃあ教えてほしいわ。なんか知ってる曲探しに行くか。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、今なんかすごいいい曲聞こえたぞ。おこれなんて読むのこれ、弦州のロンド。え、これめちゃくちゃいい曲、これも原作作曲者ジュンなんだ。あ、やっぱこれあれかもしんない、俺なんか多分これね、これの曲のまた別のアレンジを聞いてるんだ。トゥン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 みたいな、このメロディーめっちゃだった聞き覚えあるもん。スーパーとかで流れてないよね、だって多分別のゲームかなんかで知ってるんだと思う。原曲もしくはね、原曲を聞いたことがあるんだと思う。郷愁のロンドかな、郷愁のロンドかな、よくわかんないけど、うわ、こういう雰囲気の曲マジ好き。こういうのあったら教えて。てか背景のキャラなんか動くなくなったんだけど、俺止めたっけ、俺さ背景の時間止めたっけ、俺そういえば、俺時止めの力使えるんだけど、そういえば止めたっけ俺。なんかさ、前回の弾幕かくらの動画パート1の動画って確か動いてたんだよ、背景のキャラ。なんかいつの間にか息の根が止まったんだけど、あれはなんで、なんでなんだろう。まあ、いいや、とりあえず自負画像からなんか PNG になったんだけど、背景のやつが。まあ、一旦置いといて、まあ、こうした方がね、 iPad の負荷があれらしい、あれらしい、なんかあれだしね。やばい、くしゃみ出そう。いや、この曲マジでいいわ、よくない、トントントンポ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 ン。いや、この曲いいな、こういうメロディー作れる人になりたいわ。美しい、めちゃくちゃ美しいね。この緑の、これなんか緑、これ一本の指でやった方がいい、これなんか巻き込みがあるらしいんだよね、この緑に対する。それ怖くない、うわ、背景のキャラが、あーすごい攻撃してる。これもボスなんだ、そんなボス感ないけどね、背景のキャラ全部ボスなのかな、もしかしたら。そういうことか。で、しかもなんか前回の動画なんか意外と神引きだったらしいね、俺のガチャ引いたんだけど、チュートリアルで。リセマラしてないけどね、なんか結構神引きだったらしい、前回の動画見てね。わ、いいな、この曲いいな。まあ、ちょっとなんかしんみりしちゃった、ごめん。ウェイ、真っ黒なやつ、オムライス、ウェイ言うとったのに、今日の動画最初むちゃくちゃや、むちゃくちゃや言うとったのに、全然バカの一つ覚えみたいにさ、同じ言葉連呼すんのやめよう。すごくいい曲聞いてさ、心が洗われたわ、おつるさんにウォシウォシの身で洗われてしまったわ、心が。いや、この曲マジでよかったわ、郷愁のロンドかな、わかんない、いいな、この曲いいな、ちょっとハマったね。やっぱ東方はさ、もともとの原曲、ほとんどの原曲の全てがメロディーいいんだよね、だからアレンジも必然的に良くなってしまうという。あ、なんかこの曲もいい感じじゃん、ちょっといい感じだよね、この曲も癖強めのね。あ、これちょっとジャケットが YouTube 的にバズるぐらいちょっと飛ばして、
あーやっぱメロディーはなんか知ってるやつ多いな。やっぱそうなんだよね。なんかねメロディー聞いたことあるなっていうやつめちゃくちゃ多いんだよね。なんかすごいナイトオブナイツみたいな曲名のやつある。これも YouTube 的になんかジャケットがアウトそうだからやめとこう。あそうバッドアップルなんか前回のあフルコンしてルナティック解放してあるわ。やってこっか。あれ動画の冒頭でさルナティックの難易度解放するの初めてとか言っとったのどこの誰。めちゃくちゃ嘘ついとるやん。誰のがれどこの誰マジで。最初嘘ついてたよね俺。ごめん嘘だったわあれ。これすでに解放しました。これも難しそうだな。これ難易度見んの忘れちゃったけど27ぐらいかな。これむずそう。これってかスピードを上げた方がいいんだ。そうだそうだそうだ。俺さ頭ニワトリなのね。だからもう忘れちゃうのね。あの散歩歩いたらニワトリって覚えたこと忘れちゃうらしいんだけど、俺それなのね。歩いてないくせに忘れちゃうのね。ニワトリ以下だからどうにかしてほしい。俺の頭をどうにかしてほしい。この曲マジで知らない人いないでしょ。特に今の高校生大学生ぐらいはもう本当に知らない人いないだろうね。中学生とか全然ナイトオブナイツとか分かんない人いそうだよね。今だったらやっぱうっせぇわとかの方が中学生とかは知ってそうだもんね。東宝とかいえば東宝ね。一時期一昔前まではインターネットやってる人はねもうほぼ全員知ってるみたいな。マジでそんな感じだったよね本当に。今はねもう本当に知らない子たちとかも出てきたと思うんだけど、悪いこととは思わないんだよね全然。そういう時代もあったねで僕いいと思うから。僕ニコニコ動画ねあれ見てたね。なんか10年祭みたいなやつわかる。あのなんかメドレーみたいなやつあれ結構好きで見てたね。懐かしいね。5年ぐらい前かな10年祭っていうねやつあったんだけど、それを見てたね。懐かしいね。ニコニコ動画ね結構なんかニコニコ動画見るとねニートになりたくなるよね。わかるよその気持ち。もう実際ニートなんだけど今ニコニコ動画見てないけど ニートなんだけど、この曲もあれなんだよね。ズンさんが作曲してでこの歌ってる人がいい感じにアレンジして完成した曲みたいな。これ映像も有名だよね。なんか白と黒のやつ。いいね楽しい。スピード上げようか。次回までにはスピード上げとくわ。次回があるかどうかわかんないけどやるわ。次回もやるわ。次回もやりましょう。楽しいです弾幕神楽。ちょっと青の判定と緑の判定が好ましくはないけど曲がめちゃくちゃ好みなのでやらせてもらおうかなと。いや本当に今日あのなんだっけ教習のロンドあれマジであれ収穫でしょう。今日のめちゃくちゃいい曲見つけちゃったわ。教習のロンド弾幕神楽の収録曲だから多分今のところ一番好きかな。教習で合ってるのかな。合習教習常識的に教習だよねあれ。 JK 常識的に考えて、まあ、そんな感じで終わろうか。